皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今回はお母さんの算数数学教室、小学校4年生と5年生で学習する図形の面積を求める式、この復習をしていきます。小学校6年生で学習する円の面積、これはもうすでに作ってあるので、動画を作ってあるのでここには入っていません。面積、最初に出てくるのが小学校4年生でした。面積って何なのかっていうと、これ面積、広さを数を使って表したもの、教科書にはこのように載っています。一辺が1センチメートルのこの正方形の面積、これを1平方センチメートルといって、一マスその一辺が1センチメートルの方眼を使って、面積が1平方センチメートルの正方形がいくつあるか数えるところから学習が始まりました。そして次に長方形と正方形の面積に入るんですね。で、長方形の面積、これは縦かける横です。ここに縦が4センチ、横が6センチの長方形があります。縦が4センチということは、この一辺が1センチメートルの正方形、これが縦に4段並んで、横が6センチですから横に6列並ぶと、 4×6 で全部この正方形が24個あるね。だからこれ24平方センチメートルですよと。だから縦かける横の計算で長方形の面積は出るんですよ、このような説明になっていました。4×6、縦4センチ、横6センチから 4×6、 そして24となって、面積、この長方形は24平方センチメートルと、こうやって求めました。正方形の面積、これは一辺かける一辺、どの辺も同じ長さなので、縦かける横ではなくて一辺の長さが分かったら一辺かける一辺で求めればいいと、こういうことですね。ここでも考え方は同じで、この1平方センチメートルの正方形が8段で8列ですから、8×8 たった64となるので、この正方形の面積は64平方センチメートルと、こうやって計算できるんですね。平行四辺形です。ここに ABCD という平行四辺形があります。この底辺を BC、 これですね、この底辺を BC とした時、この BC に垂直に引いてあるこの EF、ね、この直線、この EF の長さをこの平行四辺形の高さと言います。底辺が BC の時、 EF、 垂直に交わってる EF、 この長さがこの平行四辺形の高さです。そして平行四辺形の面積を求める式は、底辺かける高さです。この式で求めます。なぜこの式になるかというのは、平行四辺形を長方形に直すことをイメージすると理解しやすいと思います。ここに平行四辺形が書いてあって、ここに高さがあります。ちょうどここの点からまっすぐに高さを下ろした、ここの部分を切り取ってこちら側に持ってくると、こんなふうになりますよね。ちょうど長方形になるんですけれど、この長方形、この底辺の部分ね、これが長方形の横、高さの部分が長方形の縦、長方形の面積は縦かける横でしたから、ちょうどこの高さと底辺をかけた、ね、この計算と同じになりますよね。ただし順番は底辺かける高さ、こういう順番になっています。では2つ面積を求めてみましょう。1番の平行四辺形、3センチ、2センチ、2.5センチというふうに3つの数字が入っています。底辺がもし3センチだとしたら、これと垂直に交わっているものがあるはずです。
垂直に交わっている線2センチあります。底辺3センチだったら高さ2センチ、じゃあ 2.5 センチはというと、これは計算で使わないただの辺の長さが書いてあるということですね。ですから底辺と高さを見つけるとき、垂直に交わっている2つの線を見つけてください。ここでは3センチと2センチの線ですね。底辺×高さで計算すると 3×2、ね、6ですね。ですからこの平行四辺形の面積は6平方センチメートルと、こういうことになります。そしてね、どこを底辺にするかで高さがどこになるか、これが決まってきます。括弧2番では4センチ、7センチ、3センチで、こういう3つの長さが書いてある平行四辺形があります。もし4センチを底辺だと考えた場合、この4センチの辺に垂直に交わっている線があるかどうかを探します。4センチのところと垂直に交わっている線はないので、ここでは4センチは底辺ではないということがわかりますね。そして7センチを見ると、7センチと3センチの線、ここってこれ90度のマーク、垂直のマークなので、これ垂直に交わっているんですよね。ですからこの場合底辺は7センチ、高さが3センチということで、面積を求めると底辺7かける高さ3となって、7321と計算できて21平方センチメートルと、2番の平行四辺形の面積は21平方センチメートルと計算できるわけです。次は三角形に移ります。三角形です。ここに三角形 ABC が書いてあって、 BC を底辺としたときですね、頂点の A から底辺の BC に向かって垂直に下ろした線、この AH、 この AH の長さがこの三角形の高さになります、ね、BC が底辺のとき頂点 A から BC に垂直に下ろしたAH、 この長さが三角形の高さということです。そして三角形の面積は底辺×高さ割る2、こういう式で求めることができます。これはなぜかというと、三角形の面積、これは平行四辺形の面積に面積の半分になると、だからこの式なんですね。なぜ半分になるか、ここに三角形 ABC が書いてあって、高さ A から垂直に下ろしたここにあるんですけど、この同じ三角形を2つ合わせています。合わせるとき、ここの A の部分には C の部分が来るように、ね、C の部分にはこの A の部分が来るように、そして B がここに来るように合わせると、ちょうど三角形2つで、同じ三角形2つで平行四辺形ができます。平行四辺形の面積は底辺×高さでしたよね。でも底辺×高さというのは平行四辺形の面積、その平行四辺形はこの三角形を、同じ三角形を2つ使っているので、実際のこの三角形の面積は半分にするために2で割ってあげます。だから三角形の面積は底辺×高さ割る2と、こういう式で計算できるわけです。ではこの式を使って面積2つ出してみましょう。ここにある三角形、底辺6センチ、高さ4センチになっています。底辺6ですから、6かける高さ4割る2ですね、で12ですね。ですからこの三角形の面積は12平方センチメートルと、こうなります。括弧2です。括弧2は実は三角形のね、高さ外側に出ているんですよ。三角形の内側にない時もあるんです。数字は14センチ、10センチ、8センチとあるんですけれど、これ底辺10センチと垂直にはこれ頂点から下ろしておりませんよね。で14センチ
もし高さを出すんだったらここからこちら側に垂直な線がなきゃいけないんですけれど、ないので14センチを底辺にすることはできないということです。ですから10センチのところを底辺にして、その延長線上、ね、点線で書いて、この頂点から、垂直に線を引きます。それが8センチなので、この三角形の高さ8センチ、底辺10センチ、 10×8、 底辺×高さ割る2、これを計算すると40、こう計算できますから、この面積は40平方センチメートルと、このようになるわけです。で、2番のように外側に高さが出てくるものもあるので、皆さんこの部分は気をつける必要があります。次は台形です。